はい、さあ次の嘘テーマはこちら、タズミに連れて行ってもらったことに。なんで呼び捨てなんで。社長な。社長。でも私タズミはこれ嘘タイムじゃないで。タズミは弊社のタズミはのあれで呼び捨てだよね。あ、そう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 。弊社のタズミに会ったことないので。弊社はさん付けしちゃいけないからね。そうですよ。ガチの空想で。そっか、ないのか。なるほど。おいいね。全部信じちゃうやん。そうなんですよ。みんな本当に行ったのかなと思いながらこれから聞きますよ。なんだ今ピコンって言った。ごめんなさい、私の。え、なに、嘘嘘集中して、ちゃんと。タズミから連絡があって今。ごめんごめん、ちょっと見合わせになっちゃったかな。まさかタズミにこれの話してやって大丈夫みたいな。タズミあの話確認だったかもしれない。じゃあタズミにあの確認も済んだところで行きましょうか。嘘タイム、開始。俺ね、あの一回しか会ったことなくて、あ、そうなの、意外。なんかね、その二次フェスのなんか仕事のやつとか抜きでって考えたら、で、あのまああんまりね詳しいあれはないですけど、まあ何回かこう二三時もこうねちょっとこう大変だなみたいな時ってポツポツポツまああったじゃないですか。で、まあだいぶ前なんだけど、そういう時にこう連絡が急にポンとね、タズミですっていう風に来て、あ、そうで、相談みたいな感じなの。ちょっとあの力士さん、あの、うん、石垣島に来ませんかみたいな感じで、怖い怖い怖い、石垣島で、うん、ちょっとね、あの海を見に行きませんかという風に、うん、え、脈割りと言われて、誰でもいいじゃん、あのそうで、そうで現地集合っつうから、もう俺がね、LCC の飛行機使って3時間半くらいかけて石垣島まで行ったら、あの、うん、本当にあの写真でしか見たことない、あの白いポロシャツの、あ、はい、下ハーフの、うん、あの角度で待ってましたっていうふうに言われて、で、素材じゃないるんだ、本当にいて、わ、これいたんだって、お世話になってますって言って、この逆光のね、タズミさんをこう見ながら、うん、じゃあちょっと行きましょうかって言ったら、2人乗りの自転車あるじゃない、はいはい、前後で漕ぐやつね、これで移動しましょうと、気持ちいいですよっていうふうに言われて、あ、なるほど、準備がいいなと思って、で俺前のとこに乗ろうと思ったら、あ、リキさん違いますとね、ここは前は僕が乗りますっていうふうにタズミさんが言ってもらって、ね、風は僕が避けますからね、リキさんはもう いっぱい漕いでくださいっていうふうに、うんうん、こういうふうに言ってもらってね、ね、弱虫ペダルとかでもあったじゃない、前の誰か、ね、前の誰か風よけになって、その分ちょっとこう温存するみたいな、後ろが寄るんですよね、なんかそういうのがスッとできるんだみたいなのがあって、で、その、うん、青い海を散々やってってね、で俺はタズミさんの背中、うん、白いシャツの背中を見ながらね、もう、いいね、暑いから汗かくのよ、ね、だんだんもう琵琶湖みたいに汗のシミが広がってきてさ、ね、うん、なんかね、やっぱこの人も大変なんだなみたいなね、うん、ね、こうね、ベンチャーの若手みたいなつってる、いやいや、これ大変だ、こうやってみんな汗かいてんだと思ってね、もう俺も汗だくでさ、うん、でももうなんかもうメイクが気にしてらんないのよ、そういうの見てたらね、で、海に着きましたよって言って、そこからシュノーケリングみたいなあれになってね、で、うんうんうん、力士さんちょっと見ててくださいよっていう風にね、うん、頑張りますからっていう風にね、で二人でこうザブンとこう海に顔つけたら、こうサンゴ礁がね、うん、ものすごい綺麗、もう、ね、世界で一番綺麗って言われるあの石垣のサンゴ礁を見て、すごいですね、パーすごいですねっていう風にね、うん、見ててくださいって、あの綺麗な目、これから2ヶ月後ですかね、うん、あ、本題とかはなかったんだ、それで飛ぶの、なんか2ヶ月話すのかと思ったけど、それから2ヶ月後に、あの周防サンゴがデビューしたんですよね、本当、あ、見せてくれてたんだ、そう、俺にだけ、サンゴちゃんも、本人に怒られても知らないからね、俺にだけこっそり教えてくれたんですよ、なるほど、セレジョンの2ヶ月前に、やっぱ話したかったの、セレジョン、セレジョとしてねでもエルはデビューする前に、そのやっぱ VTuber っていうものが、文化が生まれるのかも、結構まだまだ新しい文化だったから、うん、まずはじゃあ何を勉強したらいいんだろうってなった時に、じゃあ YouTuber さんの勉強したらいいんじゃないかって言って、その YouTuber の専門学校みたいなところに連れてってもらった、専門学校、タズミさんに、あ、うん、でも俺もあのなんかついてきてって言われて行ったら、あの幼稚園連れてかれて、うん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 、この中に二次三次の VTuber が生まれるんだっていうことでね、熱く語ってて、おー、うん、生まれるんだ、の中の一人に二次三次のライバーが一人、うん、生まれるかもしれないよって話されて、そうだからやっぱ意志がめちゃめちゃ強いなって思ってて、うん、つまり十何年とね
飛躍させていくってことですもんね、幼稚園生からってことは。あー、 3SK もじゃあその中にいたかもしれない。いたかもしれない、幼稚園に、幼稚園の中に。うん、オレンジ髪の毛の子のいたなみたいなね、あの中に。あの時のみたいな、ね、いなかった、オレンジの子とか紫の子。待ってください、今力一さんなんでネス君だけ入れたんですか。そういえば俺あのスケジュール合わなくて、うん、あのあれだったけど、タズミさんにこの間連絡来て、であの、うん、力一さん北海道出身ですよねって、あの今度はあの北見に旅行行くんですけど行きませんかって言われて、うわーと思って。まあ、新人デビューツアーしてたかもしれないんだ。確認してもらってる担当なんだ、力一さんね。俺が一回そう一緒に行く担当なのね。あー、なるほど。あ、でもあのルイスがこれいいと思うか分かんないけど、確かに麻雀強いじゃない、ね、あ、強いですね。あの麻雀打つような企画とかもね、やってたじゃない、うん、で、俺もね、そう、あのそう沖縄でそう一回だけ打ったのよ、こう、パンパンと集まって、うん、で、その時にあの分かるじゃない、あの国士無双っていう手がありましてね、はいはいはい、役満ですね、はい、ね、そう、トンダンシャンペン赤くちゅん191915揃えるね、役満で、まあ分かりやすいじゃない、あの国士無双って狙ってるなっていうのが、うん、で、うん、これ田住さん絶対国士無双狙ってるなっていうふうに思ったんですよ、はい、で、そしたらでもその時に効果不効果、俺の手元に白が4枚来たのね、うん、おお、じゃあ上がれないじゃん、うん、俺がこの白さえ出さなければ、うん、あの絶対田住さん国士無双上がれないなと思って、ここはもうこれを抱えてもう最後まで乗り切ろうって思ったんですけども、うん、はい、だからもう本当にそのもうラストのラスト際に田住さんがツモって言ってバッ国士無双100万っていうふうに上がったんですよ。えっと、白ないですよね、見たら白あるのよ。で、そうと思ったら、うん、田住社長のあの、うん、T シャツの胸元がちっちゃく四角く切れてんの、うん、それを誰にもバレずに貼って白にして上がったのよ、うん、うわ、だから、この人はどんな手を使ってでも最後は勝つんだと思って、ね、めっちゃ怖いんだけどちょっと尊敬したのよ、うん、味方になったら最強に信頼できるタイプだ、うん、そっか、自賛自安泰だ、怖いな、結構強引な手ではあるけど、そう、強引、ね、一本やられたなっていうのは、うん、あの棒や鉄みたいなことしてるもんね、うん、やり方はねバレなきゃ問題ない、ね、バレなきゃ問題ない、うんうん、バレなきゃ問題ないか、パッと見分かんなかったらね、リキさんその男気にやっぱ免じてね見逃したと思うし、ね、やっぱりそうね、うん、で吐くこっちにありますよって言えなかったもん、やっぱりそっから、うんうん、言えない、伏せたんですか、伏せた、うん、そこまでやるならと思ってすごいな、うん、意志が強かったんだ、だからいつも白シャツなんだっていうので、ハクの手もね、ハクの手もいつでも国士無双上がるために白シャツ、大三権だって大三権だって、でそう、ハチとチュンさえなければあとはこう 3枚切ればいいだけだから、ただのご年じゃないですかどんどん穴が開いてるシャツが量産されていくっていう、そうそうそう、だからあの時開くしないんだね、開いてたのか穴、え、リムジン乗った時も開いてた、開いてた、開いてた、うん、あ、なんか8個ぐらい空いてたよ。一つの理念としてあるんだ、その新しくしたら違うなっていう、その一つのシャツ使い続けてその魔女を打つことによってっていう理念があるんだね、一つの、うん、一貫してるのシャツ、なるほどね、はいはいはい、ダメージ T シャツ的なね、買い替えたら違うもんね、うん、それはゼロになっちゃうから、まあ、ん、ゼロ、うん、え、痛い痛い痛いね、痛い正気になっちゃう、一瞬一瞬正気になっちゃう、ズルになっちゃうからって、何がだってズルだろうってなっちゃったもうそれはズルなんじゃないか、ズルになる、なるからね、それはズルになっちゃった、ね、あ、途中からちゃんとあれ大丈夫かなってなるもんだね噛み合ってた途中からね、なんかね、途中から噛み合ってた、うん、そう、こんな辰巳社長の話で盛り上がれるんですね、うん、1個も本当がないというね、うん、全部嘘ね、全て嘘、いや、エイプリルフールですからね、こちらね、はい、うん、あ、でも好感度上がったのが今社長呼びになってたからね、うん、そう、うん、素晴らしい、確かにちょっと好感度上がった、うん、どこで上がったの、イカ様で上がったの、イカ様ごとでごとで上がった、イカ様ね、うん、穴開いててほしいもんね、次会った時はね架空の田上社長です、今のはじゃあ最後。